松井ゆかりと杉江松恋のエンエンタタメメ丼。丼。あ、ぴったりだ。あ、よかっ よかった。はい。た。ははは。はい、おはようはい、ござ杉。います。よおろはしくようおご願いざしいまます。す。お願いします。2023年9月の、エンタメ丼、その1でございます。はい。エンタメ丼はですね、世の中にあります様々な小説を、エンターテインメントと観点で内外問わずに紹介していく月例書評番組でございます。担当しますのは私、杉山敦子と、はい。松井ゆかりです。おはい。願いしまよろす。しくお願いします。お願いします。ですね、はい。9月になりま杉江しさんのて、近況から。ははい。い。先月、コロナになったの行ったんでそす。う、お疲れ様でした。はい。はい。ですね、で、大変でコしロた。ナから回復しまして、仕事はがい。ガガガッと押したんですけど、ガガまあ、ガッいとつもで落とししたょうんですけどけど、ね。いや、いやいや、さすがにね、量が多いから。一週間寝てたから、いや、結そうですよ構、はい。半分はね。寝てなくてもよかったんです。まあまあ、一応、ああ、でも寝てね、ね、みた何いがあな。るかわかんないですはい。ね。そんな中、大阪に行ってしまいはい。ました、私。大阪で長です旅ね、で。浪は曲い。と河内音頭の なん会。か、街温度も。はい、河は内郷愁音頭をですーね、聞きに行くい。というので、大変楽しかったんでああ、すけど。おー、よまあ、かったですはい。勉ね。強になりました、浪曲のね。おまあ、ー、うん。河内郷愁音頭というものがもともとうん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 。近江にあって、うそんうんうん。れが浪曲の古い、系統を持ったああ、としそうていなんて、で、そだ。はれを、浪曲は、まあ、そこから取り入れた面もあるし、浪曲からい。逆に郷愁音頭が取り入れた面もあるし、河内音頭というのはもともと別に、流れがあったんですけあ、ど、そうなんそうでなすんですよ。ね。もともとね、あった河内音頭というのは、今の河内音頭とほぼ別物で、あ、今のそうね、なん河で内音す頭って、ね。鉄砲三三郎っていう方が、おお。近代になって、まあ、近代というか昭和ですけど、改革したもんなんで、ほぼ浪曲とか、そういう現代の新しい芸能からインスパイアされてですね、河内音頭を作り変えたんですよね。リズミカルなものって、今がかなり、まあ、鉄砲三三郎が作ったものなんで、まあ、浪曲の、まあ、派生形みたいな部分がちょっとあってですね、まあ、浪曲の研究をしている人間は河内音頭をちゃんと聞かないといかんということで、研究してるので行ってじまいりゃましあ、た。はい。はーい、ねえ。大変楽しかったんですけど、それは仕事と生全くの関係ないので。いやいやいや、きっと、それでリフレッシュされ たそうりですされね。ますではしょ。い。ねえ、途中はずっと本読んでましたしね。あ、ねえ、なんか、古本屋さんとか。古本屋に行ったりですね。まあ、いろいろそういう、心身古を、コロナで傷ついた心と体をですね、癒してまいりました。大阪に行っあ、て。だい。はい。それねえ、で、いいです大ね。阪に行ってきましたので、紹介したは一い。冊目はですはね、い。これはでい。す。します。おばちゃんに言うてみっていうです気にね。なってました。はい。はい。これ、泉豊さんの新潮社の単行本なんですけど、小説新潮に掲載されてた名作短編を集めたものなんですね。はい。で、泉豊さんって、どっちかというと、時代小説の書き手として僕は認識してたんですけど、お江戸獣医毛玉堂シリーズとか、お江戸縁切町シリーズ、眠り医者ぐっすり庵シリーズとかですね。そういう、まあ、文庫オリジナルを中心とした、まあ、ちょっと、なんだろう、人情時代小説なのかな、に当たるものをたくさん書いてらっしゃる方なんですけど、久しぶりに現代小説の連作を書かれましてですね、おばちゃんに言うてみ。浜田真理さんが絵を描いてそうらっしゃるんですね。そうそう。そうそうそう。いい感じ。なんでこれ浜田真理さんのかな？まあちょっと理由わかんないんだけど。これね、本当はまあここにおばちゃんがいると思うんですけど、これね、いわゆるいいですヒョウね。柄でパンチ パーみマんなが思で、い浮かべるそうタイそうプそう、の。大阪のおばちゃんというね。これ連作なんですけど、第1話がですね、岸和田でヨガっていうね。ああ、岸和田。語り手の、視点人物の正岡さゆみは、夫がですね、東京で、まあ、大阪出身で東京にいた時に結婚した、その、あの、お、あ、大阪出身の夫と東京で結婚して、さゆみ自身は東京の出身なんですけど、その夫がですね、まあ、借金を負っちゃうんですよね、東京でね。で、まあ、なんていうのかな、見栄を張って東京で暮らしていたせいで借金を作ってしまって、
生まれた土地である大阪でやり直そうということで書いてある、まあ、それがよりによって岸和田でですね一番なんか、まあ、どうぞディープな河内ですよね大阪は摂津河内なんだもう一つは泉か、で泉でなる、まあいいそれはいいんですけど、まあその大阪の本当に深部ですね、河内温度のやるとこですよ、はいはい、岸和田はね、うんうん、でそこにいてその、まあ、趣味のヨガとヨガの教室には向こうでも通うわけですよ。ところがね、うん、そうするとね、あれですよ、もうみんなねそんな、うん、かっこいいヨガのこういう何ですかヨガのそういう服とかを着てないわけですよ、うんうん、おばちゃんたちは。言われちゃうんですよ。姉ちゃん、すっかりからな、かっこええわ、かっこええわ。私がそれ来たら、ここのとこどうな、どうな、なって、カラスウリみたいになんねんな、とか言われちゃうんですね。でも、いじられちゃうわけですよ。で、大阪のその、ツッコミ文化みたいなものが、さゆみは東京の三軒茶屋の出身なわけですよ。慣れないんですよ。ギャップが。もう慣れなくて、そう。もう辛くてしょうがないわけ。で、で夫もね、大阪出身の夫も、もう実は大阪東京なんか大嫌いやってや、はいはい、みたいなこと言うわけですよ。そうなんですね、うん、で東京は嫌いで大阪はみたいに言うんだけど、さゆみにとって生まれ故郷なわけ、あの東京が、で東京人と大阪人のギャップみたいなものにも痛めつけられて、もう帰りたくしょうがないあ。でそのストレスが極端に、溜まった時に目の前に、大阪のコテコテのおばちゃんそのものがですね、現れるんですね。それはどういうふうに現れるかっていうと、街をね、歩いてるときに、突然ね、道の向こうから呼び止められるんですよ。で、ね、そこのお姉さん、ちょっとこっち見て、そっちちゃう、向かいの店、レディースショップよしみ、見て見てってね。呼び止められるんですよ。まあいいですね、僕のイントネーションは大阪が弁としたらダメなんですけど、でそれでね、なんで呼び止められるかっていうとね、おばちゃんはあのトップスをね、アニマル柄のトップスを選ぼうとしてたんですよ。こっちヒョウ柄で、こっちライオンの顔やねんな。ほんでこっちは水玉みたいなブッサイクなヒョウ柄やねんけど、ラメ行さん入ってて、後ろのところ、ね、ほらこれ。おっぽついてんねんな。どっちも1000円やって、お得やんな。どっちがいいって聞かれるんですよ。聞かれるんですね。ほら知らんよとか思うんだけど、それでグイ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 入り込んでくるんですよ。それで、おばあちゃんに聞かれるんですよ。今度、私な、東京行くねん。それで、なんだっけ、なんだっけな。雑司ヶ谷大倉っていうところ、ね、渋谷から雑司ヶ谷大倉の行き方教えてくれへんって言われて、まあさゆみは一応ね世田谷区民だから元、はい、あれは小田急線の祖師ヶ谷大倉ですね、うんうん、読み方なんてどうでもええねんとか、ね、だったら聞くなまあそうやってぐいぐい入り込んでくるおばちゃんが、はいはい、もうさゆみのガードを、もう大阪人に対するガードをやってくる、嫌でしょうがないわけ。で、嫌でしょうがなくてブロックしたいんだけど、おばちゃんの突進力が強いから、入ってくると、意外とそのおばちゃんがね、ごめんな、大阪の人の言葉きついから、なんか怒鳴られてるみたいやろとか言って言うわけ。そのおばちゃんに、実は、さゆみがその東京から来て大阪で無理をして暮らしてるっていうことに気づかされるんですよ。逆ショック療法みたいなやつよね。はい、それで、はいはい、さゆみも自分のその鬱屈みたいなものが実は東京から無理やり大阪に来てしまって、夫婦だから一緒にやり直そうとしてるんだけど、夫がなんだ、構えているんです、はいはいはい、あんたのせいでこうなってるんだっていうことを一度腹を割かす必要があるって、向き直るのが冒頭の岸和田でヨガの話ね。で次はね、代官山酵素スムージーって話なんですけど、代官山出てきた。これはだから、そのおばちゃんこと、小国敏子だったかな、が、小国敏子っていうんですけど、うんうんうん、この人ではおばちゃんタレントなんですよ。
タレントさんなんですそうそう、あのほら、ね。昔ダユウンニタウクンロのの。ガキの使いに、おばちゃんっていうキャラクター出てたでしょ。大好きです。あの人みたいな人。つああ、まり、お思ばいち浮ゃかんぶ役感じでの。CM とかに起用される人なんですよ。まあ、だから、おばちゃん性を利用し、あの、生かした、キャラクターとして、起用され、まあ、だから、素人で事務所とかに入ってるわけでもないんだけど、そうやっああ、そて、うなんブイブイだ。来るおばちゃんだからっていうことで使ってもらってる。で、三つ目みの、んながイどう、メージそうするそう、ような。道頓堀転売ヤーではね、プロおばちゃんみたいになって、大阪の道頓堀で、だから観光客にアメちゃんを配ったりするっていう、キャンペーンガールみたいな役をしてるわけです。つまり、この小国敏子だったかなという、そのおばちゃんが、中人心生人物。のその中で、本音を言えなかったりして、まあ、袋小路に入っちゃってる人たちに、この彼女がぐいぐい行くことで、ちょっとその新しい、気持ちのもう、はけ口とかを作ってやろうっていう。まあ、あれですね、ベルリン天使の歌みたいなね、つまり街でおばちゃんに出会う小説なんです、最初は。で、僕はだからそういう小説かと思って、街にいると、おばちゃん天使がやってくるよみたいな話だと思って読んでたんですね。そしたら、後半はね、結構このとしこさんの人生がだんだん分かってくるっていうね。ここがね、好みの分かれるところで、そう僕なんはです実はね。ね、おばちゃんの人生はね、謎のままの方が良かった。どっちかっていうとね、つまりそのあそこでピーター・ホーカーやったみたいな、天使としてね。あれはほら、ベルリンのもう街そ角こに天は、使がいっぱいいてみたいな、その一人がピーター・ホークなわけなんですけど、そうで、でなんしかたそね。の、街に、その、ストレンジャーとしての、その、天使がいて、それが、その、街にいるということの面白さがあって、これ、僕はね、おばちゃん天使の前にしたらよかったと思うんですよね。下手に、彼女のバックボーンとか明かさない方が良かったと思う。ただ、まあ、これはこれでね、面白くて、最後は、だんじり祭りで終わるんですけど、まあ、岸和田ですからね。おばちゃんが、まあ、おばちゃん然として強く生きてるんだけど、実は彼女も、その家庭というか、家族にね、問題抱えていて、それを、にも負けずに生きてるっていう力強さがね、おばちゃんの人生が、このとしこさんの人生が分かることによって、分かるで、そっちのいい面もあるわけ。だから、どっちを取るかなんですよね。完全な、その幻想的な天使としてのおばちゃんにするか、実人生なるおばちゃんを取るかというね。まあ、それは泉さんは後者を取ってるって、これ言っちゃってもいいと思うんですけど、帯にも書いてあるし。だから、彼女の人生が後半で分かってくるっていう展開なんです。まあまあ、連作短編としては、そのおばちゃんがぐいぐい人生のその悩みを持ってる人の心を突き破っていくというね、そこのところがまあ面白いので、まあまあ、連作短編として大変面白いんですが、泉豊さん、読んだことない方、あと時代小説のイメージ強かった、僕もそうだったんですけど、多いと思うので、まあ、僕は小説強新潮そに掲載時代から結構面白いと思ってうかそうかるから、ぜひぜひ皆さんも、おばちゃん小説、大阪のおばちゃん小説じゃあベルリン天使の歌と結びつける人はなかなかいな さ僕そでも、連載当時からそう思って読んだんですよ。うこれ、だったんですね。おでばもちゃベんン天ダー使なのもか、びっくりそうそう、ビブベンダーさんと思って読んだんですよ。違うのかと思ったけど、まあ、これはこれでね、面白いと思うんですよ。すごく面白かったんで、いいですね。軽く読める割に、残るものもありますし、元気になるような言葉もいっぱい書いてあって、好きな場面も皆さん出てくると思うから、ぜひ読んでいただきたいなと思いました。一冊目でしありがた。とうございはい。ます。じゃあ、おあ願りがとういいございたました。ます。じゃあ、全然テイストが違いますね。全然違います。そうですね。全く違いますね。そうそれではすね。10回ですね。結城春夫さんで、出版社、講談社ですね。結城春夫さんといえば、もう昨年話題をさらった箱舟を、
ね、今でも印象に残ってらっしゃる方多いと思いますけれどはいも、はい。まあ、結局去年のミステリーランキングは、まあ、混戦になりましたけど、私はもうこの独立直後はもう箱舟の一人勝ちかなって思ってたんですよね。まあ、その後白井智之さんの、名探偵の生贄とか、あと、郷克弘さんの爆弾とかね、まあ、それ以外にも本当に力作、話題作がいっぱいで、まあ、どれが撮ってももちろん不思議はないっていう状態ではあったんですけども、こう、なんていうんですかね、わかりやすさっていうか、インパクトの強さみたいなものでは、今でもやっぱり箱舟が、個人的には、自分にとっては群を抜いてたなって思いまして、なんていうんですかね、なんかもう他の作品は本当に細かいところは、まあ私の記憶力の悪さのせいなんですけども、まあ、ちょこちょこ忘れてっちゃってるところもあるんですけど、箱舟のなんていうんですか、ストーリー展開っていうか、謎解きみたいなので、なんかこう、忘れられないっていうか、シンプルでありながら、こう、印象がすごい残ってるっていう感じが、今でもしています。それでまあ、一年経たない、その箱舟から一年経たないうちに、まあ、その流れを組むっていうか、パニックものというか、サスペンスを発表されて、まあ、周りの期待も高まってますし、まあ、なんていうんですか、2作目、まあ、結城さん他にも小説出してらっしゃいますけど、その同じ流れから来てる2作目っていうのはどうしても厳しめに見られる傾向があると思うんですが、今回もすごかったなっていうのを、で、ちょっと、ここで、ミステリちゃんとかでも多分取り上げられるとは思ったんですけど、私も、お話ししたいなと思って選ばせていただきました。はい。主人公は、芸大を浪人中の大室里枝っていう、まあ、19歳の女の子なんですけど、里枝の、おじさんが交通事故で急に亡くなったことで、その叔父が持っていた島に渡ることになるんですよね。羽振りのいいおじさんはその、持っていた島なんですけれども、その開発会社の担当者からその島を整備してリゾート化してはどうかっていう話が、リエのお父さんで、そのおじさんから見たら弟にあたる理恵のお父さんのところに話が来て、で、まあ、家族会議が開かれて、家族の中では、お父さんと理恵と、あと、他の不動産会社とか、工務店とかの業者の人たちと一緒に、まあ、総勢、9人ですかね、島へ渡ることになるんですよね。で、まあ、その島は周囲が1キロにも満たない、そんなに大きい島ではそうなでいすんでね。すけれども、上陸してみると、それで島は、別荘が、まあ、メインの別荘があって、作業小屋みたいなのがあって、あとは、なんか他の人が泊まれるバンガローみたいなのがいくつか囲んでるっていう、形になってるんですけれども、で、上陸してみると、なんか最近使われたような形跡があって、なんかこうおかしいな、そうみですたね。いな、なんですかね、違和感が、島を訪れた人々の心を侵食していって、で、さらになんか作業小屋で爆弾を作っていたような跡が発見されると。で、これ、すぐに連絡した方がいいんじゃないかっていうような意見の人と、いや、もうちょっと様子を見ようっていう人と、二手に分かれて、二手に分かれるっていうか、まあ、いろんな意見の人がいたわけです。意見が分かれたんですけれども、で、まあ、最終的には、理恵の父親であるところの、そのおじさんの身内が、まあ、もしかして、そのおじさんが、
の爆弾作りに関わっていたりしたら、うかつにばらすのは良くないっていうことで、とりあえず、朝には、次の、翌日の朝には迎えの船が来るから、それまで待とうっていうことで、一旦もうそのままっていうか、スルーというか、保留になるんですけれども、そこで、翌日朝になったところで、第一の殺人が行われていたことが発見されると。で、かつ、そこで、銃の戒律 あれをしてはいけない、これはしていけないっていう、殺人、犯人と思われる人間からの、注意書きみたいなのが残されているんですよね。すごい事細かな指示で、ちょっとあまりの周到性に、なんていうんですか、緊張感は、すごく伝わってくるんですけど、ちょっと笑っちゃうようなとこもあって、ミステリー好きが興奮するようなタイプの、指示書きが、登場して、で、結局その日の、その翌日の朝には、船は、キャンセルして、3日後までその島に留まれっていう指示が出るんですよね。よく絶海の孤島ものみたいなやつって、電話もできない、電波も届かないみたいな中で、なんて物理的にもう全然連絡が取れないっていう状況が作り出されることが多いと思うんですけど、これは実際には、この実際の状況は、別に連絡しようと思えばできるっていうような状況でありながら、自分たちがそういう陥っている状況っていうのを決して外には漏らせない。だから、心配してるから家族にも連絡しなきゃって言いながら、家族にも、今、スマートフォン、なんていうんですか、スピーカーフォンとかにできるから、みんなの前で、家族と余計なことを喋らないようにって、見張られる中でやり取りをしたりしないといけないっていうのが、うまくできてるなっていう、無理なとは言わないですけど、みんなが納得するような、そういう、特殊な閉鎖状況を作っているのに、感心させられました。理恵のお父さんがお母さんと冷蔵庫を買う買わないの話とかを、みんなが、ド緊張してる中で、買う買わないの、やり取りしなきゃいけないところとかが、シュールで、すごいなっていう思いましたね。で、箱舟を読んで、箱舟を読んだ人は、もちろん、実感で読んだ方がいいんですし、読んでない方は、ぜひ箱舟から読まれた方がいいかなと思いまいや、す。それはないですね。そうですか？そうですかそれはね？そうじゃないです。そうですか？これからだけで大こ丈れ夫かですらの方でも構わないと思います。か？でも、そうですかね？あの流れは大丈夫ですか？あの流れっていうか。いいです。わかりました。じゃあ、そういうことで。そうですね。はい。わかりました。はい。言えないですからね。はい。なので、もちろん、今おっしゃりたいことはわかるんですけど、はい、はい。もちろん、もちろん。でも、ここまでは言えず。完全に独立した小説で、独立してるので、それはあんまり言われそうでないす。方がいいかと思います。わかりました。はい。でも、両方読んでいただきたいっていうのは間そうです違いね。ないでそすれは間ね。違いない。はい、はい。一つは、その趣向が、その、クローズサークルが、前回は、その、穴蔵に閉じ込められるという趣向で、で、今回は、その、人為的に隔絶されちゃうっていう、そこの、その違いみたいなものが、出るので、続けて読むと確かに、なんていうんですかね。前回こういうことやってみたんだから、今回は全然違うことで、読者を楽しませようっていうのが、はい。
よくわかるというか、楽しめるというのもあるので、趣向の違いみたいなものは味わえると思うんですよね。そうですね。うん、それはあると思うんです。それはあるので、確かに今、松井さんがおっしゃろうとしたように、続けて読む意味があると思うんですけど、完全に独立して、事件性としては別なんで、はい。まあまあいいんじゃないかなと思うんですよ。わかりました。はい。承知しました。はい。テイストも違いますからね、なんか。そうですね、はい。なんていうんですかね、緊張感、ラス、まあいいや、やめときます。はい。でも、間違いないっていうか、今年も、もう話題になるんじゃないですかね。はいはいはい、これから、9月頃に、また、バババババッと、はい。ね、皆さん、ミステリー作家の方、新刊出される、はい、ミステリー好きにとっては嬉しい時期がやってきますけども、まあ、一足先に言ったこれも、ぜひお忘れなく、はいはい、年末まで、皆さん、ぜひご記憶に留めておいかれるといいかなと思います。そうですね。はい。はい。すごいですね、ゆうきさん。なんで、公主紹介とかで、割とこう、ちょっと時代もの、それこそ、大正のね、時代の、っていうか、イメージがあったんですけど、現代を書いて、完全にこう、読者のまた意表をつくような、路線もいけるっていうことを証明されて、手が多くなってるっていうね、何でも書けそうなんですね。完全なエンターテイメントの、作家としてどんどん化けつつあるというふうに思います、ね。はい。僕も読みましたけど、大変に面白かったので、はい。そうですね。はい。はい。いや、想像を絶する真相があなたを待つって書いてありますけど。はいはいはい。はい。まさにね、っていう。はい。はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では、その1でございました。はい。ありがとうございます。